京都の語り部、世界を素敵に旅する YouTuber、キッシーエンタメワールド。本日は世界遺産下鴨神社です。そして今花盛り、たくさんの人が訪れているのは香林梅です。江戸時代の絵師尾形光琳の浮世絵のモデルとなった風景です。春風に漂う梅の香りを思い浮かべながらゆっくりご覧ください。川を渡って井上社へ水占いをしています。神様がありましたので、お参りをしておきます。素敵な旅になりますように。